歌手、ドリームアミ、34、が30日、SNS で自身がプロデュースしたライフスタイルブランド、ビントリー、を休止すると発表した。アミは、今年2月に立ち上げた、ライフスタイルブランド、ビントリー、ですが、販売元会社の企業買収により、一時販売をストップせざるを得なくなってしました。それに伴い、ブランド自体も一旦休止させていただき、また最善の形でリスタートさせたいと思っております、と休止を発表。オンラインサイトも3。1日で閉鎖する。アミは、新商品の開発などを進めていた最中の突然の出来事だったので、私自身とても驚いたのと、立ち上げわずか半年でこういうことになってしまい、悔しさと、楽しみにしてくださっていた方への申し訳ない気持ちでいっぱいです、と思いを明かし、またパワーアップして、ビントリーを再開できるように精一杯努めてまいりたいと思いますのでどうか、気を長くして待っていていただけたら嬉しいです、と呼びかけた。